こんにちは、辻です。この動画を撮影しているのは、令和4年の1月末、もう間もなく2月を迎えようという時期になります。さあ、2月になると、4年生は5年生、5年生は6年生、そして、新たに4年生から塾に通おうと思っていらっしゃるご家庭にとっては、新しい受験勉強が始まる、新4年生が始まるということになりますよね。さあ、この動画では、新しい学年を迎えて、塾でうまく学習サイクルを回して成績を上げていくための3つのポイントについてお話ししたいと思います。さあ、まず1つ目なんですけども、塾のカリキュラム、受験カリキュラムというのは、もちろん1年生、2年生から授業をやっている塾もありますけども、多くの塾では4年生、5年生、6年生、この3年間がいわゆる受験勉強のメインのカリキュラムなんですよね。ですから、この3年間をしっかり過ごすと、受験勉強に必要なものが確実に得られる。こういったカリキュラムを組んでいる塾がほとんどです。ですから、例えば、5年生から塾に通う、この2月から塾が始まるという方は、4年生の1年間の授業を受けたものとして、この5年生の授業が行われる。6年生から塾に入られる方と一緒ですよね。この4年生、5年生の2年間があるものとして、6年生の授業があると。こういうふうに授業が進んでいくんだという、まず前提を知っておいていただきたいと思います。ですから、5年生、6年生から入塾して塾の勉強を始めるという方は何をしなくちゃいけないかというと、4年生でどんなことを勉強したのか、このことを知っとかなくちゃいけないですよね。全部4年生でやったことを5年生の授業が始まるまでに復習はできません。でも、例えば5年生で文章題は来週やるんだということが分かったら、じゃあ4年生の時にどんな文章題をやってるのか、4年生のテキストを入手して、4年生のテキストで、あ、4年生の時には同じ単元をこういうことをやってるんだということを知った上で5年生の授業を受けると随分違いますよね。先生としては4年生にこんなことをやったよね。だから5年生の授業ではこういうふうにやるよ。こんな感じで授業を進められる。特に上のクラス、上位クラスではこういう傾向がありますから、あらかじめ4年生でどんなことをやった、前の学年でどんなことをやった、もちろん4年生から通塾している、5年生から通塾している6年生でも同じことができますよね。去年どんなことをやったのか、特に苦手な科目ですよね。苦手な科目の授業の前には、あ、前の学年でどんなことやったっけ、どれぐらいやったっけとか、あ、僕どれぐらい分かってたっけ、うちの子どれぐらいこの単元分かってたかというのをあらかじめ確認して少し、まあ予習というか復習というか準備をしてから授業に臨むといいですよね。こういったことを試すと授業がスムーズに受けられると思います。さあ、二つ目なんですけども、新たに塾に通われるお子さんは今まで習ったことのない先生に初めて習うということになりますし、今まで入ったことのない塾という世界でどういう授業が行われるか、初めてのことだらけですよね。それから、前から塾に通ってて学年が上がるっていうお子さんも、先生が変わる、クラスが変わるっていうことが起こりますよね。そうすると、今まで慣れ親しんだ先生の授業のテンポとか進め方と違う可能性があります。ですから、親御さんとしてはもう一回塾の授業の聞き方ですよね。これをお子さんに今一度確認で教えてあげていただきたいと思います。例えば、先生が話しているとき、ノートを取っていても先生が話し始めたら、一旦手を止めて話の方に集中しようねとか、こういったことですよね。それから話を聞いていて、あ、わかんないぞって思った時に、どうしてもお子さんとしては、あ、わからないって思った時にそこから集中力が切れてしまう。あるいは前のことを見返して思い出そうとしたりとか、さらにその先が余計に聞けなくなってしまう。こういうことが起こりがちなんですよね。これが続いていくと、授業がわからない、その科目がわからないということが起こってきます。ですから、お子さんへのアドバイスとしては、聞いてて、あれ、わかんないぞって思っても、とにかく最後までわかると思って集中して聞いてごらんっていうアドバイスですよね。最後まで話を聞くと、わかるように先生は話をしているはずだから。だから、一旦ちょっと聞いてて、うん、ここわかんないと思っても、続けてその後も集中して話を聞くんだよ。こういったアドバイスをしてあげることで、先生の方も途中で少し話が込み入ったことになっても、最後まで話を聞くと最後には、だからこういうことだよっていうふうに、わかりやすくまとめてくれたりしますよね。ですからそこまでちゃんと話を聞くんだよ。こういった授業の聞き方、受け方というのを、今一度新学年を迎えるにあたってお子さんに確認してあげるといいと思います。さあ、三つ目なんですけども、学年が上がると、塾の授業による負担、宿題とか課題の量ですよね。これがだいたい 1.5 倍ぐらいになるとよく言われます。宿題の量が増えるわけですよね。
だから時間もかかります。労力もかかります。だから前の学年と全く同じやり方をしていると時間が足りなくなるってことが起こってきます。例えば前の学年、よくあるのは4年生の時にはやることも少なくて余裕があるから宿題を2回、3回繰り返してやってる。こういったパターンのご家庭多いんですよね。で、繰り返すことによって問題、問題のパターンですよね。解き方の手順を完全に覚えちゃうので、次の週の、例えば復習テスト、授業の中で行われるチェックテスト、日能研とかだったら、2週に1回とか行われるカリキュラムテスト、これは授業の内容に沿って作られてますから、授業の内容を完全に理解できてると結構結果を出せるということになってますよね。それからサピックスで言うと普段の確認とか復習とかついてるマンスリーテスト、これは授業で習ったことが中心ですから、月単位にはなりますけども、やったことを、手順をしっかり覚えてると割と結果が出ると。で、これに比べて、実力テストですよね。サピックスで言うと、サピックスオープンとか、日能研の月1の公開テスト。こういったテストでは、実力問題が出ますから、随分前に習ったことをしっかりできないと、得点が取れません。ですから、前の学年で、復習テストは取れてたんだけども、実力テストになるといまいちだった。と、こういった症状が出てるお子さんは特にですよね。勉強のやり方を学年が変わるのを機に少し変えた方がいいと思います。例えば宿題を2回3回繰り返してやってたというお子さんは1回やって間違った問題についてだけ、例えば解説をしっかり読んで理解したらもう1回解く。この作業をするんだけども、1回目に正解した問題についてはもうそれで一旦やめとく。こういうふうにメリハリをつけて、わからなかったところ、もうちょっと頑張れば理解が進みそうなところに集中して時間と労力をかける。こういうふうに取捨選択することで全体にかかる労力と時間を少し圧縮すると。圧縮して中身を濃いものにするわけですよね。こうやって新しい学年の少しレベルの高い問題、難度の高い問題に対応できる勉強の仕方に切り替えていく。これは大事なことです。今日お話しした3つのポイントをしっかり実行していただくことで、学年代わりに少しいろんな面で厳しくなる、問題が難しくなる、量も増える、こういったことに対応しながら結果を出していけるというふうに勉強の仕方を少しだけでも変えれたら結果が出てくるはずですよね。ぜひ意識的に取り組んでみていただけたらと思います。今日のこの話が受験生の皆さん、そしてお父さんお母さんの少しでもお役に立てば幸いです。